行きましょう。ただいまから知事定例記者会見を始めます。本日知事からの発表項目が2件ございます。1件目は宮城県からのお知らせ、アプリ運用開始について。2件目は仙台香港線定期便就航およびスカイアップ仙台香港線就航キャンペーンの実施についてです。それでは2件続けまして知事よろしくお願いいたします。はい、この度デジタル身分証アプリポケットサインのミニアプリとして新たに宮城県からのお知らせアプリの運用を10月から開始いたしますのでご紹介いたします。10月からであります。このミニアプリは県政のさまざまな情報を県民の皆様のお手元に直接お届けするものとなっております。主な機能としては1つ目は県の事業やイベントなどのさまざまな情報をお届けするお知らせ配信であります。県からはさまざまな県政情報をターゲットを絞って発信し、県民の皆様はご自身の住所や年齢などの属性に合った情報を受け取れるほか、ご自身が登録した興味関心のある分野や地域の情報を受け取ることもできます。2つ目は県からの重要なお知らせなどを対象となる方にプッシュ型でお届けするメッセージ配信であります。例えば選挙における若年層の投票率を上げるため投票を促すメッセージを18歳から29歳など年齢を絞り込んで対象者に直接配信することができるようになります。そして3つ目は2ヶ月に1回発行しております宮城県政便りの電子版の配信であります。最新号だけではなくてバックナンバーもご覧いただけます。今後はご利用いただいた皆様からのご意見を聞きしながらより利便性の高いアプリとなるようサービスや機能の充実を図り効果的な情報発信につなげてまいりたいと考えておりますので、ぜひ宮城県からのお知らせアプリをご活用ください。デジタル身分証アプリのミニアプリはこの他にもインフラ異常箇所通報や宮城健康ウォークなどが稼働しており、今後も随時追加していく予定となっております。ぜひこの機会に多くの県民の皆様にデジタル身分証アプリをご活用いただきたいというふうに思います。まずはぜひ皆さんから入れていただきたいというふうに思います。次にすでにもう報道で流れておりますけれども、仙台香港線の定期便就航及び香港線就航キャンペーンの実施についてお知らせをいたします。まず今年12月7日からグレーターベイ航空が、来年の1月17日から香港エクスプレスが仙台香港線の定期便を開設いたします。仙台空港の香港線は平成23年2月以来約13年ぶりの運航となります。グレーターベイ航空は月火金土の週4便、香港エクスプレスは火水金土の週4便の運航予定となります。木曜日だけがちょっと空いちゃうんですけどね、木曜日以外は全部埋まるということになります。航空券については2社ともに先週の金曜日9月20日から販売を開始しております。詳細については別店の各社のプレスリリース資料をご参照ください。ちなみに今日までらしいんですけれども、香港往復1万ちょっとっていうのがあるらしいですよ、今日まですごいよね、1万ちょっとで往復して帰ってくる、まあ、ホテル代は別ですけどね、すごいね。ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。次に仙台香港線の定期便就航を記念して、県では現在実施しているスカイアップ仙台キャンペーンにおいて、仙台空港発着の香港線利用者を対象とした香港線就航キャンペーンを追加して実施いたします。今年6月下旬から開始しておりますスカイアップ仙台キャンペーンでは、30歳未満の若者の方を対象として仙台空港の国際線利用者には1万円、国内線利用者には5000円のキャッシュバックを行っており、公表いただいております。現在実施中の国際線キャンペーンの旅行対象期間は10月26日で終了となりますが、今回香港線就航キャンペーンでは香港線が就航する12月7日から来年2月28日までを対象旅行期間としてキャッシュバックを実施いたします。香港線キャンペーンの対象は同じく30歳未満の方で、
令和7年2月28日までに仙台空港発着の香港線を利用し、航空機等の料金負担額が5万円以上となった方となります。宿泊代も入れて5万円ということですね。飛行機代プラス、宿泊代入れて5万円以上ですね。料金負担額には航空券のほか燃料サーチャージャーや、宿泊料金などを含みます。香港線のキャッシュバックのお申し込みは10月7日からの受付開始と予定となっており、すでに航空券を取得済みの方も申請可能となっております。また現在実施中のスカイアップ仙台キャンペーンにすでに申請済みの方もお申し込みいただきます。特設サイトからお申し込みをお願いいたします。なおキャンペーンは予算額に達し次第終了となります。詳細については特設サイトをご覧ください。この機会にぜひ仙台空港を利用して香港旅行を楽しんでいただき、その後もリピートしてご利用いただきたいというふうに思います。アウトバウンド、インバウンドともに増やしていかなければなりませんので、ご協力をよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ただいまの発表項目について質問を受けしたいと思います。質問に際しましては最初に社名をお名乗り願います。それでは初めに宮城県からのお知らせ、アプリ運用開始について質問ございますでしょうか。はい、藤田さん。経営局藤田です。お知らせアプリなんですけど、例えば災害の避難とかですね、はい、そういったことについてはまた別のアプリ、これのアプリでもお知らせすることもあるということでしょうか。はい、災害避難アプリは、これから載せていくことになります。まもなく発表できるというふうに思います。その際に、避難をしてくださいというのはですね、これとはまた別に自動的に、よく皆さん緊急地震速報のように表示されますけれども、あのような感じで表示されるようになります。このアプリを使わなくてもですね、アプリを開かなくても、中継画面にポンと危険ですから避難してくださいというのが表示されるようになる。緊急地震速報と同じような感じです。ありがとうございます。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、どうぞ。武田さん。NHK の武田です。今のこのポケットサインの県内の利用人数って何人ぐらいになるんでしょうか。20万人弱、何か正確に分かりますか。ポケットサインの正確な人数とか分かりますかね。いや、利用者登録者数、県民で令和6年9月10日時点で約13万人。13万人です。ほぼ原発の周辺の石巻中心の UPZ、PAZ の方たちですね。それ以外の地域はあんまりほとんど入ってないと思います。この件に関しましては他にございますでしょうか。今度それでもっと増やすために、登録をされた方にポイントを差し上げる、ものをやりたいなと思ってまして、それが今回9月議会で予算されるんですかね、はい、9月議会でそれが予算議案として出てきます。それが通れば、同じように UPZ、PZ の皆さんと同じような形で始めたいというふうに思っています。また改めて記者会見します。はい、この件で他にございますでしょうか。なければ次に仙台香港線定期便就航およびスカイアップ仙台香港線就航キャンペーンの実施について質問ございますでしょうか。なければ以上で知事間の発表項目についての質疑を終了します。